渡辺かなめさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はリクエストにお答えしていただけるということです。そうなんですよね。あの福岡県の、はい、藤村貴美子さん、はい、はい、リクエストいただきました。曲は何ですか？奥飛騨慕情、龍哲也先生の名曲でございますが、龍先生となんかいろいろとご縁が。そうなんです。歌の演歌の旅でずっとワンボックスでワンボックス車でね、はい、旅をずっと一緒にしました。はあ、はい、でもういろんな話を教えてくれました。あの大先輩と一緒に移動するっていうのはその中でなければ聞けない話がありますね、うんうん、そういうのがあの舞台の上に役に立ちますね、はい、いろんなそういうすごい方とのなんか交流っていうのが金目さん多いですね。そしてこの奥飛騨慕情を、うん、某 NHK で歌わせてもらうときに、はい、電話しましたら、うん、ちょうど病院じゃなくて病床で寝てありました、はいはいはい、もう放送するのが12月の20いや30日だったんで、はい、年末、はいはい、その日にその歌を僕のテレビをご覧になって、はい、それから翌日行かれたそうですね。うわ、これはこのね、はい、ですからもうこの歌を歌うと龍先生を思い出して、うん、なんかグッと来てね、はい、まともになかなか歌いづらいです、ね、はい、それでは藤村さん、かなめさんが答えてくださいます、はい、奥飛騨慕情を歌ってくださるんですが、はい、もう一つね、はい、もう間もなく11月15日に、はい、香川県民ホールで三山ひろしさんのコンサートね、そう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 、2時からということで、そうなんです、スペシャルゲスト渡辺かなめさんということで、今この辺に出てると思いますが、はい、どうぞ遊びに来てください、はい、それではリクエストにお答えしていただきます。渡辺かなめさんで奥飛騨慕情です。風の噂に一人来て言うのか恋し奥飛騨に水の流れもそのまま君は出で湯のネオン花、奥飛騨に雨が降る、酒の淵に咲いたとて定め悲しい流れ花、残した杯に面影揺れてまた浮かぶ、ああ奥飛騨に雨が降る。